はい、こんにちは、タカです。ここ最近のこのドル安円安という流れ、なかなかこれ止まらないですね。この流れはもう先週リバウンド相場が始まってからもずっと続いていますけども、現在の環境というのはもう完全に踏み上げ相場に近い形になっているんじゃないかと思うんですね。どこかで流れは一旦は止まるんでしょうけども、これがいつ止まるのか、どこで止まるのかというのはちょっとまだ見えてこないです。昨日なんかも完全に直近の高値抜けてきましたんでね、今の環境ちょっと見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくとここに下落トレンドが見えています。ですから先週から続くこの戻りに関してはあくまでこれ調整の戻りに過ぎなかったんですよね。ですけども昨日の動きでこれも明確に戻りの高値を抜けてきています。こうなると環境は全く変わってきます。まずは波の反転ですね。大きな波の反転がここで生まれたことになりますから、今中心に見ていく流れはこの上昇トレンドですね。ですから仮にどこかで流れが止まって調整、押しが入ったとしてもこの押しに関してはまずは拾っていくことになります。日足を見ていくと波の反転が生まれたということで、この高値を試す展開というのを考えていくことになりますね。日足ではもうこの上は見えませんので、上位足で現在地の確認をしていくことになります。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくとチャートはやっぱり弱いですよね。サポートを割れた強い売りのトレンド。このトレンドは現在も継続して生まれています。ただここに少し波の反転が見えてきたということになりますけども、このサイズの波で見ていけばまだ戻りの高値は抜けていません。ですから流れが止まれば再度売りは見ていきたい、こういった環境はもちろんあるんですけども、気をつけたいのがここの動き、V字のような動きになっていますけども急反転なんですよね。当然抜けた後に戻りが入っていますから、たくさんの戻り売り、こういったの入ってくることになりますけども、今現在この戻り売りは機能していないですよね。ですからベア派が現在は捕まっている状況なので、戻り売りを見てきた環境はもちろんあるんですけども、簡単にショートを見ていける環境でもないということになります。この戻りの高値 1.19 あたりというのは、それなりの大きな壁にはなってくると思うんですね。このあたりレンジで見てもいいと思います。レンジの中に戻ったという判断でもいいと思うんですけども、どちらにしてもこの戻りの高値、レンジの高値 1.19 というのは大きな壁にはなってきそうです。ですから抜けるか抜けないかというのはひとまず今は置いておいて、このあたりというのは攻防が生まれやすい場所にはなってくるんじゃないかとは思っています。いわゆる流れが止められやすい場所ですね。なので短期的にはもう少し上昇余地というのはあるように思います。日足を見ていくと波の反転も見えていますからね。レンジ高値までの上昇、 1.19 付近までの上昇というのは今後見ていくことになるかもしれません。日足の波の反転が生まれた上昇トレンドはまずはこの戻りの高値までを見ていくことになります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ていくと綺麗な上昇トレンド、押し出すね、割ってこないですね。ちゃんとサポートされて反転、サポートされて反転、そして綺麗に高値を抜けてくると。今日ももちろん同じ形を見ていくことになりますね。高値更新を見るということになりますから、流れとしては押し目買い、この上昇に対しての押し目ですね。仮に調整が入ったとしてもサポートが見えてくれば押し目買いをしていく。波の反転とか上値の重さとか、上の壁とかね、そういったものを見ていくのは一旦流れが止まってからですね。目線としては今日もロング、目標としては上位足の環境を見ても 1.19 あたりを一つの目標として、この上昇トレンドを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。ユーロ円も環境全く同じですね。下落トレンドが見えていたんですけども、波の反転が生まれています。戻りの高値を昨日ついに抜けてきました。ですから今中心に見ている流れはこの上昇トレンドになりますね。仮に流れが止められて調整が入ったとしても、今度は押し目買いを見ていくことになります。ブレイクしていますから、この上を見ていくことになりますけども、ちょっと見えないですからね。現在地を上位して見ていくことになりますけども、その前に一つ気になる点、それがこの戻りの高値を抜けた動きですね。普通はこういった戻りの高値というのは大きな壁なんですよね。ですからすごく流れが止められやすい場所になります。それなりの攻防を経てのブレイクという流れがね、よくある形ではあるんですけども、今回これ攻防が全くないですよね。あっさり抜けてしまっています。要するに壁がなかった、もしくは壁はすごく薄かったということになりますけども、そんな薄い壁ですかね。ここは前回これだけの足場を作っています。今回も似たような足場というのは想定はしていたわけですけども、これがあっさり抜けている。ここに少し違和感というのがあるんですよね。もちろんこういった上昇トレンドを見ていくことになります。トレンドが出てるうちは何も問題はないんですけども、仮に一旦流れが止まる、例えば日足が陰線になってくるとかね、上値が重くなってくるとか、そういった形で一旦流れが止まってくると、この足場がない点というのが少し相場の足を引っ張ってくることになるかもしれません。こういった足場ができてくると、仮に押しが入る、調整になったとしても、サポートされやすいポイントになるんですよね。
壁になっていたところはサポートになりやすいということになりますから、まあ、押し目買いの候補ということになってきます。ただ今回のようにこれあっさり抜けてしまっているということは壁がないわけですよね。行くときに壁がないのに帰ってくるときだけ壁があるというのも変な話ですんで、もしかしたら調整が入った時のこの押しは深い押しになってしまうかもしれません。もしくはこういった流れを一旦止めた後に再度この足場を作る展開というのが出てくるかもしれません。ここに足場がなかったわけですからね、こういった調整局面を再度作る展開というのもこれは考えておきたいです。ですから今はこれ流れがいいですよね。強い上昇トレンドを見ていますから、今日もロングを見ていくことになりますけども、一旦流れが止まって調整局面に入った際のこのユーロ円の押し目買い、これは普段以上に神経質に見ていく必要はあるんじゃないかとは思います。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。日足が波の反転を生まれましたから、上位足との関係を見ていくことになりますけども、上位足は下落トレンド、これがもうはっきり見えていますけども、今の現在地は戻りの高値、これまだ面合わせですからね、抜けるかどうかというのはちょっとまだわからないですね。目の前にもしかしたら壁があるかもしれません。ここで気になるのが日足の足場がない点なんですよね。流れが止まれば今度は調整を見ていくことになります。調整というのは2種類ですよね。一つが時間調整、この横への動きを見ていくことになります。もう一つが値幅調整、この値幅を伴った調整を見ていくことになります。どちらにしてもこの強い上昇に対しての調整を見ていくことになるわけですけども、日足を見たこの足場がない点、そういったものを考えていくと、これ横への動きを見ていくためにはサポートが見えてこないといけないわけですけども、いわゆるこういったレンジ相場ですよね。こういった流れが出てくるかもしれないということになるわけですけども、このサポートができるということは抜けた後にちゃんと下に壁が見えてきたということになります。ただもしかしたら抜けるための足場というのは今回ないかもしれませんよね。流れが止まった後のこの調整、値幅調整になる可能性というのもこれは十分頭に入れておきたいです。押し目買いをしていくにしても相当慎重に、なんだったらね、この足場がない点を利用してこの高値をバックにショートを見ていくぐらいの気持ちでもいいかもしれません。僕はあまりこういったね、流れを見越してバチンと入ることはないですから、あくまで案の一つですけども、まあ、抜けてきたら投げればいいわけで、リスクはすごく小さいかなとは思ったりもします。そういった意味ではこの日足しっかりブレイクはしてきていますけども、足場がない点が今後足を引っ張ってしまうことになるかもしれません。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。そうするとこの短期足の動きというのがすごく嫌な感じに見えてくるんですよね。確かにチャートはすごく強いです。ただし、後半ですね、昨日の後半の動きに関してはもう流れが止まってるんですよね。調整局面、普段の僕なんであれば、まあ、こういったサポートを見つけてまずはロングを検討していくことになると思います。仮に割れてしまったら一旦投げて今度は押し目買いですね。仮にまたサポートが見えてくればそこからロングは見ていく、基本を押し目買いで相場の方は見ていくことになるかと思うんですよね。ただ今回はこの押し目買いはちょっと気をつけて見ていきたいなと思っています。というのもやっぱりこのサポートがなかった点、日足があっさり抜けてきたという点に関しては、抜けた後にあっさり潰されるかもしれないというね、こういった言ってこいの動きもある程度想定はしておきたいなと。日足はブレイクしていて、まだトレンドは継続中です。環境としてはもう全然買いを見ていく環境になりますけども、短期足は一旦ここも明らかに流れが止まっています。そして調整局面に入った際はこの値幅調整もかなり警戒して相場の方は見ていかないといけない環境のようにも思います。簡単にサポート見つけてどんどんロングだとはなかなかならないように思うんですね。僕はこのユーロ円に関しては押し目買い、ちょっと警戒をして見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。ポンドがもう明らかに弱いですよね。サポートを追われた強い売りのトレンド、この売りの流れに関しては V 字で戻しています。ここまでは他の通貨と同じような動きだと思いますけども、この後ですね、まあ、特に今週の動きになりますけども、なかなかこの高値を抜けていきません。結果的にこれ足場を作る形になっています。この上というのは今までサポートされていたところですよね。ですからまあ壁があるのはもう間違いないと思いますけども、にしては少し上値が重すぎるかなとは思いますね。高値2回も試してるんですけどもね、全部潰されています。まあ、とはいえこのレンジまだ崩れてませんからね、ブレイクしてくればこういった上昇トレンドを見ていくことにはなると思います。ショートが捕まっている環境というのもこれはあると思います。ですけどもユーロドルとか5ドルドルとかそのあたりと比べても明らかに上値が重いですから、個人的にはもうこういった動き見てしまうとも簡単には買えないかなと思ってしまいますね。高値を試してもなかなかついていくのは難しい。見ていくんであればしっかり日足はブレイクしてもらいたいところですけども、現状そういった形は見えていません。ということはこのレンジを見ていくことになりますかね。ならば今はレンジの上限です。短期的な勝負をしていくんであればレンジ上限から下限までの売りの流れなんかを見ていく方が、個人的には優位性があるようには思ったりはします。この 1.37 の後半あたりのこの上値の重さですかね、これかなり気をつけて見ていく方がいいように思います。もしかしたらドルが弱い展開になってくれば再度この高値を試す展開というのもあるかもしれません。
この2週間ほどはドル弱いですからね、ドル安になってくればドルストレートの通貨というのは上昇圧力がかかります。ただそういった上昇に関しては絶好の戻り売りのポイントになってしまうかもしれません。ポンドドルに関しては僕はもう冷やしがブレイクしてくるまではこの上値の重さ、ここに注目をしていくことになるかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ていくとこの3日間ほどはもうレンジ相場を作っています。現在地はレンジの上限付近の値動きになっています。1.37 の後半の壁というのはこの上ですね。ですからまあこの上を抜けてくるかどうかに関してはかなり慎重に見ていきたい。ただ今の環境というのはドルが弱いんですよね。ですからドル売りが出てしまうとやっぱり上昇圧力がかかります。安易にショートしてしまうとこのドル売りにやられてしまうことにもなるかもしれませんので、まあ戻り売りを無理に見ていく必要はないように思いますけれども、ポンドドルはこの上値の重さというのがはっきり見えています。買いは相当慎重に見ていきたいとは思いますね。例えば少し抜けるとかね、こういった動きに反応してしまうと、まあここみたいに潰されたみたいなことになるかもしれません。ポンドドルは今現状僕はもうロング目線で見るのは少し難しいですかね。買うんであれば1本日足がしっかりブレイクしたのを確認してからということになってくるんじゃないかと思います。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。このポンド円もやっぱりポンドが上値が重いんですかね。チャートは同じようなチャートになっています。サポートを割れた強い売りのトレンド、急激に戻しているのは他の通貨と同じです。ですからまあ環境としてショートを捕まえている、これは変わらないですね。ですけどもこの後レンジ相場になっています。なかなかこの高値を抜けてこない。抜けに関してはまあ買い戻しも入っているんでしょうね。ショートの買い戻しは入っているんでしょうけども、この高値でしっかり買う人がいない。なかなかこの高値をキープできないという形が見えていますね。今までサポートされていたところがしっかり壁になっているようには思います。ただまだまだショートを捕まえている環境というのもあると思いますしね、目線としてやっぱりロング目線、円が弱いですからね、そういった流れを見ていくというのは間違いではないと思いますけども、ただしも明らかに上値が重いですからね、日足1本しっかりブレイクするぐらいの確認する余裕は欲しいですね。ここにはレンジが見えていてレンジ上限ですからね、ショートを見ていくなんていうのもありだとも思いますけども、ただショートが現状捕まっている状況があります。苦しんでいる勢力が見えていますからね、なかなかショートを見ていくのも難しいかなとも思ってしまいます。無理にトレードしていく必要はないと思いますけども、この上値の重さというのは頭に入れておきたいです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。昨日の動きなんかを見ると直近しっかりカビがあったところを抜けてきたんですけどもね、この抜けに関しては潰されてしまいました。しっかり安値も切り上げていますからいい流れだったと思うんですけども、その割には上値が重いです。円の弱さも継続して出ていますからね。じゃあなぜこんなに上値が重いのか、それはポンド自体に売りが入ってるからですね。そしてこのポンドの上値の重さというのは実は昨日だけではなくて一昨日から見えている流れになるんですよね。昨日抜けてきたからやっぱり強いのかなと僕も思ったりもしたんですけどもね、この動きを見る限りはやっぱり上値が重い、まあ、安易に買っていくような通貨の流れではないようには思います。上がったら売りを見ていくような勢力というのはもしかしたらいるのかもしれませんね。ただまあショートは捕まえている環境もありますから、まあこれらの環境を踏まえてどう見ていくかというところになってくるんじゃないかと思います。円が弱いという環境も続いてますからね、底堅い動きにもなってきそう。高値をもう一度ぐらい試すような展開というのももしかしたらあるのかもしれません。ただし上がったら売りが出てくるかもしれませんね。ポンドに関してはこのポンド自体の弱さというんですかね、ポンドに売りが入っているというこの事実をちょっと見ていきたいなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。相変わらず強い5ドル、ポンドとはもう全く環境が違いますね。サポートを割れた強い運動トレンド、急激に戻しています。 V 字の動きですね。そしてこのトレンドが全く止まらない。途中途中でこういった戻り売りは入っているような流れにはなっていますけれども、全然下がってこないですね。こうなると完全にショートを捕まえる短期的な上昇トレンドも見えてしまうことになります。現在も高値更新になっていますから、今日もこの高値を更新する流れ、上昇トレンドを見ていくことになりますね。そろそろ直近の高値、戻りの高値なんかも見えてくることにはなりますけども、ただまあこちら優先ですね。こういった壁というのは一旦流れが止まった後に見ていくことになりますから、今はこの上昇トレンド、高値を更新する流れを見ていくことになります。目線としてはもう締め買いですね。ロングをしていくんであれば一旦はこの 0.74、 この辺りへ向けた上昇というのを目標に置きながら、どこで買っていくかというのを探していく相場のようには思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。もう短期足を見ると難しいことを考える必要は全くないですね。サポートを見つけてはロング、サポートを見つけてはロングという形が見えています。今日ももちろんこの高値更新を意識していきますから、サポートを見つけてそしてロングですね。ただまあどこかで流れが止まることになりますから、高値をつかみに行く必要はもう全くないですね。サポートを探せばいいと思いますし、サポートが見つからなければスルーしたらいいと思います。
まあ、そうなれば上値が重くなってきますからね、今度は戻りの高値なんかも意識しながらということで、まあ、難しい値動きになってくるんじゃないかなと。今はもう綺麗な上昇トレンドが見えていますから、この流れを見ていけばいいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルドルも5ドル円と環境は全く同じですね。サポート割れたという売りのトレンド、ただこの売りに関しては急反転しています。無事の形ですね。まあ、他の通貨と同じような環境になっていますけども、ただ5ドルが違うのが今現在全くまだ流れが止まっていない点ですね。ところどころで戻り売りが入っている形跡はありますけども、そういったショート勢をもう完全に捕まえた状況ですね。短期的には強い上昇トレンドが見えてしまっています。昨日も高値更新していますね。今日もこの高値更新を見ていく、上昇トレンドを見ていくことになります。もちろん戻りの高値なんかも迫ってきています。流れが止まれば当然気にしていくべきポイントにはなってきますけども、まずはこちら優先。戦略としてはもう締め買いからのロング、高値更新を見ていく。目標は81円の50付近をまず目標にしながら、今日もロングを見ていくことになります。戻りの高値、波の反転、上値の重さ、そういったものを見ていくのは一旦流れが止まった後ですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ると強い上昇トレンド、もう綺麗な上昇になっていますけども、今現在ようやく少し流れが止まっての調整局面ですかね。サポートが見えてくればやっぱりロングは意識して見ていきたいですね。ただ昨日に関してはこのサポートを探すのは少し難しかったかもしれませんね。ただ現在流れが止まってこの辺り、80円の8090付近ですかね、サポートもうっすら見えてきていますから、この辺りの値動きは注目になってくるんじゃないかと思います。上位足でも見たように目線はロング、ただしまあ戻りの高値とか高い位置というのはこれは自覚したいところですから、サポート割れたらどうするかというところはしっかり押さえてはおきたいです。サポート割ってしまうと下落トレンドが見えてしまうことになりますからね。短期の下落トレンドとはいえ、波の反転させるには時間がかかります。ということは上位足、日足を見ていくと上値が重くなるかもしれない。日足の上値が重くなってくると戻りの高値を意識されてくることになりますから、買いは慎重に見ていかないといけない。そういった流れにもつながってきますからね。ですからまあサポート割れの動きは十分注意はしていきたいなと思います。今のところまだ売りを考える必要はもうないように思いますからね。この上昇トレンドを今日も見ていきたいと思います。はい、ということで、ドルや円の弱さというのは昨日もしっかり出ていました。ですから基本的には上昇の流れを今日も見ていくことになりますね。ドル安円安です。ただそんな中でこのポンドだけがもう明らかに上値が重いです。このポンド絡みの通貨に関してはロングはかなり慎重には見ていきたいです。あとは今日少しね、長く話をさせてもらいましたけども、このユーロ円ですね、戻りの高値はもう抜けてきています。強いのは間違いないですけども足場がないですね。ですから流れが止まってしまった後の展開、これは十分気をつけて見ていきたい相場だと思います。ドルや円が弱い相場というのはもうずっと続いています。ですからチャートの方を見ていけば上昇上昇にはなっていますけども、ちらほら通貨によってはこの上値の重さであったりとか、少しこの売りを警戒しないといけないとか、そういった部分も見えてきています。こういった少しですけどもね、環境の変化というのは見えてきているように思いますんで、まあ、そのあたりも意識しながら今日の値動きは追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。